東国原君、整理しますね。会長の報酬が3192万円、副会長は2770万円、専務理事が2420万円ですか、はい、普通の理事が2256万円、はい、経営委員長が3192万円ですね、常勤、はい、ちなみにですね、総理大臣が2727万円なんですね。これ 30% カットをされてですね、で閣僚クラスの方が 20% カットをされております。で国会議員が 12.88% カットで1842万円となっております。だから総理大臣よりも高いんですね。おそらくこの会場にいらっしゃる中で一番お高いのが会長さんということになります。